超珍しい虫とった。自分の手は汚さない少年たち。ママ、あれお父さんかな。女の人と歩いてる。シートベルトしなさい。このまま突っ込むわよ。レオパレスの201号室と301号室。やめてお父さん、怒りを鎮めて。居眠りトラック乗用車に突っ込む。夫婦二人華麗にかわす。相合傘をしていた彼が、あ、ママだと言って走っていった。俺たち三人の友情は永遠だからな。さっきまで二人で爆笑してたのに、先生に注意された途端、お前静かにしろよとか言ってきた。これだよ。いや、どれだよ。愚か者めが、私は宇宙だ。包丁の話が長いし意味不明。シャンプーしますか。そんなの当たり前だろう。井戸に突き落とされたけど、ステンドグラスで蓋されたから、まあまあロマンティック。いや、かっこよく参上されても30分遅刻だから。先生が来る前の音楽室。見え見えの罠だな。突っ込んでくバカなんかいるかよ。ヒストリーゲームのルールを理解してない。さっき電話でピザって10回言ってみろっつったのお前か。ごめんなさい、売り上げ伸ばしたかったんです。あだ名がおじさん。ほら、向こうも謝ってるからね、戻ろ。キーパーの君が擦れたままだと大変だよ。もう19点目だよ。ドッジボールで最後の一人のラスボス感が半端じゃない。ヨンケルが切れた一郎。20年待ったのだ弁慶。ああ、行けたら行くの意味知らないの。ポテト L サイズご注文のお客様。兄貴、ランドセルありがとうの手紙がいっぱいですよ。だな。どうした、顔色悪いぞ。どうです、知らない人たちの結婚式に招かれた感想は。知らない人たちが結婚式やってるなって思いましたね。それじゃあメンバー紹介するわ。左手。ジャイアンが毎日殴る理由。俺がいると風向きが分かりやすいんだ。止まれ、私を見て、私だけを見て。優勝は松崎しげるさんぞ。江頭が3時を過ぎて魔法が解けた。しゃべけるもんならやってみろ。この国の司法じゃ無理だがな。 B 級サメ映画で最初に食われるパリピー。一本動かして正方形にしてくださいと言われた。パスワードがダサすぎます。娘に世界で何番目にパパのこと好きと聞いてから、そろそろ3桁に突入するけど、まだ出てこない。おっと、ここで期限付き席の期限が切れた。はい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 、ピザあげて、ピザあげて、ピザ下げないで、ピザあげない。それでは今から振り込んでみたいと思います。逆に振り込ませてやったぜ。1ミリも上がんねえや。車カート。お前らには難しいニュースです。これにも半額シール貼りなさいよ。初めての万引き。なぜなぜ雰囲気のいいバーなのに公立小学校の椅子なんだろう。意地悪な殿様が家来たちに真っ二つにされましたとさ。めでたしめでたし。嫁とそりの合わない姑から家具が届いた。あ、とんかつばあさん。いや、誰だよ。朝ごはんもりもり食べて一気に吐く。50歳過ぎたらまあいいか。それがどうした、人生まだ女装だからで行こう。よし、小学生以下は無料よね。ラーメンができる3分を待つおっさんと、もう行けるよとささやく悪魔。法律で禁じられております。デートの断り方が斬新。ウェッピンさん、ウェッピンさん、一つ飛ばしてガチャピンさん。うまい鳥。極限の緊張度 100%。 夕方の欠勤連絡。近づく者には容赦なく硫酸をぶちまける。ちょっとだけ課金した。あ、しまった、俺がパイロットだった。
盲腸で入院した父が肩からピンポン玉を出せるようになって退院してきた。麻薬捜査班に入ってから様子がおかしい。はじめましてしか言ってないのに通訳が2時間くらい喋ってるけど商談がまとまりそう。